熱海駅、熱海駅は、静岡県熱海市田原本町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東海旅客鉄道、JR 東海の駅である、JR 東海に所属する東海道新幹線と、JR 東日本及び JR 東海に所属する東海道本線、JR 東日本に所属する伊東線の合計3線が乗り入れる。駅は、 静岡県東部に位置する温泉街熱海市の代表駅である。在来線における当駅の所属線は東海道本線である。また、JR 東海が発売する休日乗り放題切符の東海道線の東端であり、JR 東日本が発売する三連休東日本、函館パス、週末パスの東海道線の生端である。 東京方面から見た場合、静岡県に入って最初の駅である新幹線、在来線とも、JR 東日本と JR 東海の共同使用駅であり、新幹線構内は JR 東海新幹線鉄道事業本部が管理し、在来線構内は JR 東日本横浜支社が管理、駅業務を実施する。当駅始発の列車の中には上野東京ライン、 東北本線、宇都宮線に直通し、宇都宮経由、黒磯駅の直通列車も数本設定されている。在来線は東駅が JR 東日本と JR 東海の会社協会駅であり、東海道本線の東駅伊東京方面と伊東線は JR 東日本、東海道本線の東駅伊勢、静岡方面は JR 東海の管轄である。 鉄道資産の境界は、駅構内ではなく丹那トンネル東側高校付近に、ある、クルミヤ駅上り場内信号機、クルミヤ駅北西である。在来線では、JR 東日本の熱海運輸区が、構内に存在するなど運行上の拠点でもあるため、当駅を経由するすべての旅客列車が、客圧改定車していたが、2009年、平成21年3月14日の、 ダイヤ改正で臨時車とされたムーンライトながらは運転停車扱いとなった特急列車や一部普通列車朝夕の沼津駅発着列車や伊東線直通列車などを除く大半の列車が当駅で系統が分離されている JR 東海の管轄となっている新幹線は各駅停車の小玉と東京岡山間の2往復と上り広島発東京駅の列車1本に 下り東海道本線は東駅を境に管轄会社が異なっているが、東駅では両方向とも東海道線、上り下りの表記もありと案内されている。本校でも必要に応じて、その案内方式に準じた表記も用いる。IC カード乗車券は JR 東日本の スイカ対応自動改札機が設置されている。また、伊豆急線の駅も、パスもではなくスイカの簡易改札機が設置されていて、スイカ及びその相互利用が可能な IC 乗車券でのタッチゴーで往来ができる。スイカと JR 東海のとかは相互利用が可能だが、スイカのエリアととかエリアをまたいでタッチゴーはできなので、東駅と隣の JR 東海間並駅間を含む、 経路では IC カード乗車券等で切符を購入する必要がある。熱海駅の事務官コードは46万13 131となっている。ただ一部の旅客鉄道会社では44万13 131が使用されている。駅の開業は1925年、大正14年3月である。開業当初は高津駅を起点とする熱海線の終着駅であったが、 1934年、昭和9年12月に東駅西側の熱海、沼津間が開業し、東海道本線の中間駅となった。伊東線は、翌年の1935年、昭和10年3月から乗り入れている。東海道新幹線の熱海駅は、新幹線が開業した1964年、昭和39年10月から存在する12駅の、うちの1である。 1987年3月まで、これらの路線はすべて日本国有鉄道、国鉄の路線であったが、同年4月の国鉄分割民営化によって、JR 東日本と JR 東海の駅となった。東海道本線は当初、小田原熱海三島の山岳地帯にトンネルを、改作する技術がなかったこともあり、後の御殿場線ルートで建設された。そのルートから外れた小田原、 熱海では、高津駅より、小田原電気鉄道という路面電車で、小田原市街へ、さらに豆草人車鉄道を熱海鉄道、大日本軌道熱海軌道組合の一社軌道、京弁鉄道により海まで連絡を図った。その後、御殿場経由は急勾配が存在し、輸送力増強の障壁になることや、トンネル掘削の技術が進展したことなどから、当初見送られた。 熱海経由での路線整備が決定する。そして1925年、大正14年、熱海線として、熱海駅まで鉄道路線が開業して、路面電車や軽便鉄道は全廃。1934年、昭和9年、丹那トンネルが開通すると、熱海線は、東海道本線となった。新幹線ホームのホームドアは1974年、 昭和49年に設置されたが、老朽化のため、上りホームは2011年12月、下りホームは2012年7月に取り替えられ、開口幅や扉の位置も変更された。在来線ホームの駅自動放送は、1992年から、おっとーすか前の横浜線などで使用されていた古いタイプ、通称、 東海道型を使用していたが、2015年2月17日に、合成音声放送、通称、朝日型に更新され。2002年までは、箱根登山鉄道もバス路線を有していた。同年10月1日をもって、箱根方面の路線を廃止し、伊豆東海バスに継承。駅舎は老朽化により建て替えられ、市が駅前の整備事業を行った。 旧駅ビルのアタミラスカは2010年3月31日をもって店舗を閉鎖し取り壊し工事が同年7月から11月まで行われた。2011年7月下旬より駅前広場仮駅舎設置工事は本格化した。改札外には駿河銀行の ATM があり観光案内所アタミコンシェルジェに FM アタミ湯河原の サテライトスタジオが2007年5月から併設されていたが、観光案内所とサテライトスタジオは2011年12月1日に仮駅舎へ移動した。毎週土日用に公開生放送が行われていた。仮駅舎には、熱海ブランド A プラス専門店も入居していた。熱海駅開発工事の主体である、駅舎建て替え等開発工事の事業者。 JR 東日本のファクトシート2012年7月発行に熱海駅はオフィスショッピング部門での開発が明記されていた。2014年8月30日に駅は温泉地らしさをイメージして外壁をさざ波などをイメージした青と白の2色で廃止、巨大窓を茶色枠で囲って襖を表したデザインと報じられていた。駅舎は 事業着手が2014年4月1日で完成が2015年度の予定だったが着工も完成も遅れた。旧バスターミナルだった東側を二層化し、上がバスターミナル、下がタクシープールになった。一般車とタクシー券用ロータリーだった西側は一般車用ロータリーになった。改札のない駅北側へ、桃山ガードの指導が駅舎とバスターミナルの間を通り、 横断歩道があったが、線路とバスターミナルの間に付け替えた。駅前広場では2014年1月に足湯に併設されていた駅前間欠線を撤去し、蒸気機関車を駅前生誕へ移動した。その後足湯は休止となり、2014年12月20日に復活した。JR 東日本の保養所であったいで、輸送の跡地に駐車場を建設した。 伊東線のホーム案内は、東海道線に合わせて、オレンジが用いられていたが、駅舎建て替え工事の進捗とともに順次緑に変更された。なお、各駅の運賃表や、JR 東日本アプリでは、以前から伊東線をで表記している。JR 東日本が管轄する、在来線駅、東海道本線、伊東線、JR 東海が管轄する、新幹線駅ともに、 地上駅である。駅舎は一番線に隣接し、改札外には JR 東日本が営業する緑の窓口と ATM のビューアルテが設置されている。駅ビルのラスカータミ1階に観光案内所や駅レンタカー営業所などが入居ている。乗降設備は単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームが設けられている。 構内の南側に単式ホームがあり、その北側に島式ホームが並ぶ。ホームの番号は単式ホーム側から1番線、2番線の順で5番線まである。そのうち2番線が下り本線、5番線が上り、本線となっている。なお、JR 東日本の管理駅である都合上、JR 東海が利用できるのは1線のみである。そのため、事故。 トラブルや大雨、落雷などでダイヤが乱れた場合、沼津方面からの列車がホームに入線できない目沼津駅や三島駅、および東田後の浦駅で打ち切りになることも発生する。改札口は駅舎内の1カ所のみで、改札口から各ホームに直結する地下道が存在する。飲食施設は1番線、東京寄りに JTS 運営の想定4.5番線。 沼津寄りに、運は運営の、熱海そばがある。トイレは、4.5番線、東京寄りと、生産所の近くには、車椅子用もある。校内に、熱海 CTC センター、熱海運浴の管理下がある。JR 東日本東海道本線の東京駅、湯河原駅間では、東京圏輸送管理システム、オットースが導入されているが、東駅、久ルミ屋駅並びに、 伊東線路運行行管理、震度制御は、熱海 CTC センターで行っている。新幹線乗降設備は対比線のない相対式ホーム2面2線の構造。ホーム上の乗り場番号は南側、在来線ホーム側から6番線、7番線の順で区番されている。山肌に沿った高い位置にホームがある。 当初は安全性確保の観点から停車列車到着直前まで改札制限を行っていたが、停車列車本数増加に伴い、1974年、昭和49年に日本で初めてホームドア設置されている。当駅はスペースの都合で対比線が設置されなかったため、ダイヤ作成上のネックとなっている。その上、 東駅付近から新丹那トンネルまでの区間内には最小曲線半径1500メートルという新幹線有数の急部が控えており、この影響で望みをはじめとする通過列車は最高速度時速185キロメートルに制限されている。この速度は東海道新幹線の駅通過速度としては最も遅い。 JR 東日本の地下道と JR 東海新幹線本コースの間には乗り換え改札が設置され在来線側に JR 東海が営業する JR 全線切符売り場がある地形の関係上新幹線独自の改札口は設けられておらず JR 東海の新幹線改札の家は JR 東日本の在来線駅構内を 経由しなければならない構造となっているため、JR 東海のみが扱う乗車券、サービスを受ける旅客は、JR 東日本の改札口で、熱海駅構内通過表の交付を受けた上で、JR 東海の JR 全線切符売り場まで出向く、必要がある。EX。IC カードや、プラス EX カードを所持している場合は、スイカなどの都市圏の IC カード乗車券、 当駅改札内に入る場合は、最低144円の残高が必要を JR 東日本の自動改札機にタッチさせた上で、新幹線の自動改札機に都市圏の IC カードと EX、IC カード、またはプラス EX カードを2枚重ねてタッチすることで、新幹線ホームへの入り出場が可能となっている。主な駅弁は、下記の通り。 静岡県統計年間によると、1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。国際観光文化都市熱海市の主要部である熱海市市街地の北側に立地し、駅前には熱海温泉のホテル、旅館、土産物店が立ち並ぶ。駅前広場に足湯、家康の湯、営業時間9時 -16、0礼があり、駅前商店街前に、 熱海軽弁鉄道の7号蒸気機関車が生体保存されている。熱海市役所や熱海税務所は隣駅である。伊東線、久留宮駅が最寄り駅である。伊豆東海バス、伊豆箱根バスが運行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。